お菓子のシーンがあるんですけども、いちごカルピスとかですね、ペプシとか UCC とかですね、その他ブランド名が出てるんですよ。アニメでですね、ブランド名をここまではっきり出したのは、実はトップを狙いが最初なんですね。これボンボン、はっきり覚えてる。なんでかっていうとですね、ブランド名を出すなっていうふうに最初言われたんですね。それは、その、一緒に仕事やってるプロデューサーの井上さんにもいうふうに言われたし、あとバンダイとかビクターにこれの許可を取るときに、いや、それは、 っていうふうに言われたんですよ。で、なんでダメなんですかって。やっぱりみんなはっきりは答えられないですね。そういうのは一つ一つを許可を取らなきゃいけないんじゃないかっていうふうに言うだけなんですよ。いけないんじゃないかって言って、許可を取らなきゃっていうふうに言ったらですね、ずっと僕らは、例えばそのコーヒーだったら UCC みたいに UTT とかですね、UG g とかですね、GCC とかそういうダサいパロディやるしかないんですよ。でもそういう ダサいパロディをやりたくないじゃないですか。テレビ放映の時に困るっていうですね、コメントがあったんですけど、テレビ放映の時に困るという考え方もあるんですけど、それだったら実写の映画でも全部できないはずなんですね。ところが実写の映画とかハリウッド作品ではですね、普通に 別にブランド名を出しているわけなんですからですね。アニメだけできないはずはないわけなんですよ。ダサいパロディ、その、なんだろう、UGG みたいなことをやりたくなかったのでですね。まあパロディ真面目にするんだから、こういう時に商品名をきっちり出すことで、真面目な感じが出るんですよ。で、ここで嘘ブランドを出したらですね、真面目なパロディやりたいいう世界観が崩れちゃうんですね。だから、実はトップを狙いの1話で僕がプロデューサーとして一番苦労したのが、 このカットですね。このカットで商品名を出すこと。今ではアニメーションで当たり前になってます。今ではアニメーションで当たり前になって、どちらかというとコラボというふうに言われるぐらいなんですけども、ここはですね、トップを狙いで,ですね。ちょっと個人的な思い入れのあるシーンでした。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。